東京パラスポーツチャンネル注目選手。山崎明弘です。やり投げ F46 日本記録保持者山崎明弘選手。山崎選手は先天性疾患による右手関節部の欠損で、生まれつき右手首から先がありません。右手がないことが当たり前だったという山崎選手は、小学3年生から野球を始め、中学高校と健常者と一緒にプレーしました。大学進学後は障害者野球を始め、2014年には日本代表として世界大会に出場。日本チームは準優勝し、山崎選手は大会最優秀選手に選ばれました。野球していく中で、片手で取って片手で投げるっていう技術だったり、誰かに教わるわけでもなく、こう自分を分析していって、こう成功体験をしていったっていうのがすごく自信になったかなと思ってます。しかし、世界大会という最高峰の舞台でありながら、注目度、盛り上がり度に欠けると感じ、野球経験が活かせるであろうやり投げに転向。健常者と同じルールの中、一気に頭角を現し、2018年には60m65の日本新記録をマークしました。山崎選手が参加するやり投げの魅力とは。コーチだったりトレーナー、こう周りでこう支えてくれてる人、みんなでこう作り上げて、こう美しい放物線を描く。僕のやっぱコーチは、こうやり投げはこう芸術だっていう言葉をまあ使っていて、そういったのが魅力でもあるかなと思ってます。より遠くに投げるというシンプルな競技に要求される高度な技術、その舞台に至るまでの練習が勝敗を分けます。